はい、どうも皆さんこんにちは、サイテイマンです。ティアーズオブザキングダム、今日もやっていきます。地底の探索をしておりました。で、前回ですね、ブループリントっていう、最後のこの技ですね、これを手に入れました。これが何なのかっていうと、いわゆるその復元ができるというものなんですね。いわゆるここにあるパーツを全部使うことによって、それが足りたら作れると、そのまま作ってできちゃうみたいな、そういう便利な代物ができました。はい、ということで、ミッションがですね、更新されました。ジョシュアちゃんの依頼である地底神殿に眠る謎が更新されました。人型の像の視線の先には神殿があり、そこに収められていたゾナの力、ブループリントを手に入れることができたと。で、くしくもですね、僕が行ったところの神殿に到着することができたみたいですね。前回のパート結構適当に行ったんですが、なんか銅像の目線の先にいるみたいな話だったじゃないですか。で、そういうの全く気にせずに来たんですが、まあなんとか到着できたみたいです。ということで、ジョシュアに報告しようっていうところからやっていきたいと思います。いやー、なかなか前回はね、あいつが生きておりましたね。甲賀様が生きておりましたね。ということで、眺望台、監視の前の眺望台ですね、戻りたいなと思います。やっぱり生きてたな。地底になんか6年前ブレスオブザワイルドで落下したという伏線をこの地底というもので回収してきたということだね。もうこれ、甲賀様出したら面白くないかみたいなことからなったのか、甲賀様が地底に落ちたから地底出そうってなったのかは分かんないんですが、まあ、6年越しの伏線回収でしたというところで、ジョシュアちゃんにまずは報告したいなと思います。これでクリアかな、とりあえずミッションは。地底はまだまだ謎が残るばかりですけどね。甲賀様もなんか南西のどこかに逃げていったっていうところですよね。剣士様、何やら以前とオーラが違うような。もしかしてブループリント、作ったものを一瞬で再現する力、設計図。本当に地底にはゾナウの神殿と不思議な力があったのですね。そういえば地底で集めてきてもらった収集物の中に思い当たるものが。ちょっと待ってください。なのです、飛行機が作れるようになったってこと。いや、でも自由自在に飛べるもんじゃなかったよね、ブループリントにあったやつって。あれでもなくて、これでもなくて、これなのです。何でしょう。剣士様、どうぞ。なのです。設計図の石板、新たな石板、ブループリントを使うことで描かれたものの再現、何でしょうか。気球。はいはい。いや、このさ、一番上の飛行機っぽいやつあるけど、あれ空は飛べないですもんね。高いところから扇風機で飛んでいくことはできるけど、いきなりこの地上から空を飛ぶっていうことはできないですよね。そこまで便利なものではない。気球は飛べますけど、これをブループリントで使えば気球が再現できるってことなのですよね。じゃあパーツはでも必要なんでしょう。そこにあるのはロベジーの気球なんです。壊れて、あ、なるほど。あの、ロベリーが果ての村にいなかったのは気球が壊れたから戻れなかったのか。ブループリントの力で直しちゃったりするのですか。早く見てみたいのです。なるほど、これでも直してあげられる。確かなんか他にも直してくれみたいな言ってる人いましたよね。インパか、インパがなんか気球が壊れたからみたいなこと言ってるシーンがあっただけか。ブループリントの力を再現してぜひ見せてほしいのですと。さあ、じゃあ見せてやる。おめちゃくちゃなんかテンション上がってるじゃん楽しそうだな。これを気球、はい、トントン、作る、できました。治ったのです、気球が一瞬で。これなんかさ、あの、別にこの設計図通りにやらなくてもオリジナルのなんか飛行機とか作れますよね。木とかなんか装飾品とか作ってね。まさにこれは現代の技術では説明できない不思議な力。ロベリー全くガン無視ですね。ロベジー、なんでジョシュアちゃん大きな声出し。治ったんだよ。
もうさっさとあのプルアパッド強化しに戻ろうぜ。ミの気球が治っとる。この力こそズナウ族が操ったという不思議な力に間違いないのです。ズナウ族の力を目の当たりにできるなんてありがとうなのです。気球か、飛行機がとか作れるようにはなったけど、それが何かはまだ解明できていないのですが、やっぱりでも仮にそのオルディンの方に僕が向かうってなった時に空を飛んでいくみたいなことはできそうにないよね。にしてもね、その光はゾナウ由来のものに間違いないのです。ゾナウの力を操る剣士様なら使いこなせるはずなのです。やっぱり地底にはすごい力が眠っていたのです。女子はこれからも地底の調査を続けようと思います。コウガ様いますよ。地底の調査続けるっつっても。ゼルダ様の手がかりが見つかるかもしれないですし。剣士様も地底で新たな発見があったらぜひ上級屋に教えてほしいのです。はい、メインチャレンジ、地底神殿に眠る謎、クリアすることができました。一つ片付いたね。ただまた甲賀様が出てきたことで新たな問題が浮上しましたね。イーガ団の狩猟。そうなんだよ、これは危険な予感なのです。剣士様、一度落ち着いてお話しするのです。落ち着いてるよ、一番テンパってるのお前一人だよ。落ち着いてるよ。こっちは一つメインが解決しましたが、またもう一つ厄介な問題が出てきて、あのガノンドロフが復活するみたいなことを言ってましたよね。ガノン様がどうだとかね。地底でイガダンのコウガと出会ったというお話でしたね。イガダンはハイラル王国にあだなす危険な組織。その狩猟のコウガはかつてゼルダ様や剣士様の命を付け狙っていた人間です。放っておくと危ない予感なのです。ゼルダ様に執着しているということは何か情報を持っているかも。もし剣士様がコウガを追われるのであれば、ジョシュアも独自に調査を続けて地底を調べるのです、なるほど。ちなみにハイラル平原の南にある時の森、ハイラル平原の南にある時の森、深穴と新たな石像が発見されたという報告が届いているのですが、その石像は剣士様に写し絵で見せてもらったものとは別物で、ブループリントとの神殿を経由しながら南西に向かって何体も、あ、それだ、南西、時の森の南、像が伸びている方向に意味があると考えるなら神殿の先には何かがあるのかも。他にもお役立ちそうな地底の情報を集めておくのでまた来てくださいなのです。なるほど、時の森がハイラル平原の南にあると。この辺りにあるのか。ちょっと探しに行ってみます。とりあえずここ飛ぼうよ。時の森だぐらいは見つけておきましょう。ハイラル平原の南にある森っていうと、まあ、僕みたいなあのゼルダの子さんの人間からするとですね、時のオカリナのコキリの森を思い浮かべるんですよ、パッとね。ただコキリの森はさすがにもうあのデグノギー様がここにいるじゃん、この森にいるじゃないですか、マスターソードがあるところだから違うんだよ。コキリの森の名残は多分ここなんですよ。そのコキリの森があった場所はデグノギーがここにいるんで、違うとしたらとりあえず南森を探していきたいなと思います。これさ、いきなりこれ召喚できるってことではないよね。あめちゃくちゃ使うんだ、なるほど、もったいないな、なるほど。いや飛行機作れるんだったらいいんだけど、飛行機をいきなり直で作れるってわけではないんだよな。そのさ、これをさ仮に召喚したとしても飛べないじゃないですか、この地底でいきなり。それがちょっと不便だなと思っていますね。パーツが落ちてるところ箇所が何箇所かあるから、それをなんか即時に組み立てることができるようになったってだけでも便利なんですけど。さあ時の森を目指していきたいなと思います。でちょっとこれ移動にまだ時間があるので、あのコキリの森のちょっと話をしたいなと思ってて、コキリ族って年を取らないじゃないですか。これなんでかわかりますかね。コキリ族が年を取らない理由。まあリンクは年を取ったじゃないですか、時のオカリナで。で、なんでかっていうと、あのデグノギ様の近くにいるからなんですよ。あのコキリ、時のオカリナのコキリ族が年を取らない理由は。だから森を出たらコキリ族は死んでしまうんですよ。なぜならデグノギ様のその領海内を超えちゃうんで、
そのコキリの森を出ると。だからコキリ族はコキリの森を出れないんですね。でリンクはコキリの森を出ちゃったんで年を取ったみたいな。であとそのリンクがコキリの森に戻ってきたらリンクのこと誰も覚えてないじゃないですか。あれはそのコキリ族のコキリの森から出た子供は死んじゃうっていうのはリンク自体がこう忘れられるっていう意味もあるんですね。誰かを忘れるってことはその人の中でその人が死ぬってことじゃないですか。だからそういうコキリの森を出たら死んじゃうんだよっていう意味も込めてるんですよ。その忘れることが死みたいな、誰かを忘れるってことはその人の中で死ぬってことだから、そういう意味合いも込めてるみたいですね。だからコキリの森を出た人は、出た子供は死んでしまうみたいな。だからリンクはコキリの森の住人からしたら死んじゃったんですよ、忘れられるっていうことなんで、っていうことらしいです。ということで祠ちょっとやっていきましょう。戦いの教え、あ、戦いか、単なるバトルか。ハイラル平原にあるやつだから投げの教えだって。投げりゃいいんか、物を。後で返してくれるんでしょうか、武器やら何やろう。古の蛇を浄化せし、ほら、祠を訪れしそなたに教えよう。大したことなかったカットしてると思います。はい、終了です。投げつけたら終わりました。さあ、多分武器がもらえると思います。槍系 OK です。そんないらないけど、まあクラフトすればそこそこ使えるようになるでしょう。はい、引き続き時の森目指していきたいと思います。はい、引き続きですね、南の方に歩いてきましたら、なんか建物がありました。なんか穴が、地中に行くための穴があるかなと思ったんですが、建物を発見しました。これはなんだ、なんかあったっけ、これ、こんなの。ちょっと記憶にないんですが、まあ行ってみましょう。ゼルダ無双もやってるからある程度覚えてると思うんだけど、あの場所に関しては。ゼルダ無双はね、結構地名を覚えられるんですけど、ハイラルの全土のね。この辺に穴っぽいのもないよな。地底に行くための道を要は探せばいいわけでしょ。あそこだ、あそこが入り口ですね。ここちょっと調べましょう。ちょっと地底とは関係なさそうなんですが、なんだこれ、姫静香。じゃあこれなんだ、厄災で失われし御霊、慎んで追悼す、ゼルダこの日を捧げる。厄災で失われし御霊ってなんだ。この奥に厄災、要はブレスオブザワイルドでやられた人を祀ってる場所ってことなんですかね。とりあえず行ってみましょう。武器を移動してこれで壊せます。爆弾じゃないと壊せないと思ってたんですけど、クラフトしたやつでそういえば壊せましたね。お、水が抜けていって、ここに地底があったら面白いですけど、まあ関係ないでしょうね。多分お墓があるってことだと思いますが、そのブレスト・オブ・ザ・ワイルドで亡くなった人のね。あー、魚が、ごめん、ちょっと回収しましょう、回収しましょう。魚かわいそうなんで回収します。ん、これなんだ、これも何、我が耳を、我が声を耳にし者よ、我のもとへ来い、道の先、ここより南にある大地、そこにそびえる時の神殿跡に赴くのだ。そうか、俺たちまだ時の神殿行ってないっすね。始まりの大地の方面、そういえば、我のもとへ来い、道の先、ここより南にある大地、そこにそびえる時の神殿跡に赴くのだ。なんかの試練でしょうか。声聞こえましたね、確かに。向かっていきましょう。時の神殿確かに行ってないんですよ。前作だと始まりの大地から始まったから、当然行けてるもんだと思ったけど、今作はそういえば行ってなかったっすね、時の神殿。向かっていきましょう。何かあるんでしょうか。我が声に耳を聞こえし者よって、もしかしてハイラル王の幽霊が、始まりの大地、俺たちのね戦いが始まった場所ですよ、6年前にね。
もしかしてさ、ハイラル王のさ、霊がいるってことはないよな。心霊スポットになってる可能性ないか、ここ。よこいつ強いぞ。待て、こいつ強い。終わらせろ。水を頼む。強かった。黒ボコブリンの角。よし、引き続き時の神殿目指していきましょう。始まりの大地がどうなってるのか気になるね。爆弾があった祠とかはさすがになくなってそうな気がするけど、まあこれちょっとあれがそれちゃいましたね。地底を探しに来たんですけど、時の神殿を見てみたくなりました。もしかしたらハイラル王の御霊が って今のは致死ダメージ無視ではないんですが、大ダメージを負いました。なんか回復ないか。もうこれでいいや。逃げろ逃げろ。いちいち倒してられんわこんな。でこう時の森があるって言ったけどさ、ね、眺望台取ってないんでね、地名が表示されないんですよ。なんか分かんないんですよね、時の森がどうなのかみたいな。あとこれ雨降ってんの厄介っすね。登れないんで雨降ってると。うわめっちゃ来てる。王家の盾すげえもあったじゃん。ちょっと待て、逃げます。まずはやばい盾あったぞ。とりあえずね、雨止んでほしいな。登れないんですよね、壁が。新聞社のイベントをこなしてないんで、壁登りの時に滑っちゃうんですよ。あれも早めに終わらせた方が探索は便利かもしれないですね。はい、時の神殿跡到着しました。何があるんでしょうか。普通に祈りの像があるだけ。うん、なんか何もないか。普通に祈りの像がある。うん、雷か。なんだよ、ビビるよ。これだけかな。前作でさ、ハイラル王がパラセールくれた場所あるじゃないですか。あそこもちょっと行ってみますか。我が声を耳にし者よ。そなたが縄文の水を抜いてくれたおかげで我の一部が解放された。ここより感謝を。我は遥か地の底より、遥か地の底、この像の姿を借りてそなたに話しかけている。地の底、地底からの呼び声。うわー、またエピソードチャレンジか。ちょっとね、これ渋滞してるわ。やらないといけないことが。一つのエピソードチャレンジを追ったら、一つのエピソードチャレンジが開始してみたいなことになってるから、こんがらがってる。我が声を耳にし者よ。地底からだよね。うわー、4つもあるんだ。多分ね、これね、あれですよ。前作、祠があった場所だよ、多分。右にあるのがあれでしょ。東の神殿跡でしょ。左下があの山の上でしょ。前作の祠で爆弾やら何やら回収したやつです。我が導く大地の4つの深淵の穴、それぞれの周囲にある我が眼を深淵の穴に落とし、この神殿の地の底にいる我の元に届けよ。穴に落としたら地の底に眼が現れるから、神殿の地の底にいる我が元にそれぞれ届けようと。その対価をそなたに授けよう。OK。じゃあ、エピソード、地底からの呼び声でいいのかな。これでいいですね。これでマップに表示されるんで、順番にちょっと回りますか。わ、結構遠いな。まずちょっと東の神殿っぽいところ行きますかね。多分、ハイラル王がパラセールくれたところに行っても何もないと思います。ここがメインなんで。向こうに地上絵もあると。ライネルはいないよな、さすがに。わあ、天気がここに回復しないよな、ずっと。めちゃくちゃ不便なんだが、とりあえず東の神殿後に我がマナコっていうのが何なのかをちょっと確認しに行きましょう。ガーディアンはおりません。懐かしいね、ここもね。あー、
懐かしい場所、うん、ガーディアンはいないね。もちろん撤廃されてますね。で、前回祠があった場所なんですが、祠ももうなくなってるんだろうな。あ、ここだ。ん？これか？我がマナコっていうのは多分これなんですよ。なのでこれをちょっと叩き落として地底に多分あるんでしょうね。はい、今の落としたでいいのかな。落とせたでいいんですよね。落とせましたね。はい、じゃあ残り、3つもですね、ちょっと回っていきたいなと思います。そんなに時間はかからないかなと思うんで、3つ、全て回っていきましょう。まずは上からいきます。雨降ってんのだけが厄介ですね。次に上、行きましょう。始まりの大地なんでそんなに広くないですね。馬つ、DK 連れてくればよかったっすね。こんなことなら。あ、消防台あんなところあるのか。そうだね、あそこだね。前回のあのシーカータワーがあったのもあの辺でしたもんね。消防台もじゃあついでに開放しておきますか。で、眺望台開放すれば時の森の場所も多分地名が、さすがにこの辺りだよな。始まりの大地っぽくないんだけど、まあ一応地名が表示されるんで、それでね、この辺は確か前作では底なし沼があったはずだが、大丈夫か。うわー、この辺もなんか滅びちゃってんな。ボロボロになってるね。まあ要はだからこういう風な薬剤によって世界が滅んじゃったから、それを復興しようっていうので復興してたわけだね、ゼルダたちが。で、その復興するのと同時にハイラルのその地下を探索したりとかしてるうちに、要するにゼルダがあんな行方不明になっちゃったみたいなことなんでしょうね。指定です。マナコがどこかにあるはずですよ。地底に沈んでる、あったあった、これだ。はい、こいつです。向こうに叩き落としたいのでこの辺に置いといて、 OK ですね。残り2つもいきます。よいしょ、よし。はい、残り2つ、山の上ですね。こっちがちょっと大変っぽいんですが、まあなんとか向かっていきたいと思います。てかさ、海星の祠ってさ、まだあるのかな。イーガダンか、こいつら。次の会員はなんだ。イーガダンっぽいけどな。おしゃれな人、まさかの運命の出会い来ちゃったかも。あなたみたいに素敵な方なら私が作ったファンクラブ。ファンクラブ、このゲームもファンクラブ出てくるのか。ファンクラブに格安で入れてあげる。今なら会員番号0002番。ファンクラブ？ファンクラブができるような方なんて。ぽっこりお腹がチャーミングできっと笑顔もチャーミングな我らが。うわー、イガダンの総長ズコーガ様しかいないじゃない。上にね、サブイベのねマーク出てなかったんすよ。だから変だなとは思ったんですが、ほらね、入会費はあなたの命。勝てるわけねえだろこんなやつに。逃げるぞ、逃げるぞ。勝てないでしょ多分。勝てないでしょ。逃げます。海星の祠どこではなくなってしまった。やってやってもいいぞ。あ、いけるわ。弱いわ。はい、と、はい、勝てました。もっと強いかなと思ったんですけど、イーガダンってなんか前回前作もっと強くなかったっけ。なんかめちゃくちゃ強いイメージあったんだけど、あ、余裕でしたね。じゃあ海星の祠ですね、また目指しつつ、こときの神殿か、行きたいなと思います。確かこの上ですよね、海星の祠。ほら、これあのハイラル王と出会った場所じゃない、前作で。この上だよ。あるんかな、まだ海星の祠、俺たちの始まりの場所。ここでオープニング出ましたもんね。ほら、これブレワイのオープニング場所ですよね。
当たりのはずです。あるか、あるか、あれ、ここだよな多分。海星の祠ですよね、これ。ほら、海星の祠あった。洞窟になってるけど、でも祠っぽいものはなくなってるね。あー、なくなってるっぽいね。これだけか。ん？ん？まだなんかあるぞ。え？これイガダンのマークだよね。なんだ。ほう。イガダンだ。スルキバナナ。ケイシ様が拾い食いか。こんな簡単な罠に引っかかるとは。ここは地底で発見された品の秘密保管庫。見られたからには生かしてはおけん。え？保管庫じゃないじゃん。ちょっとやばい、ちょっとやばい。強い武器使おう。こっちに変えます。やられる前にやる、やられる前にやる。まだいる？あったか。なんでここさ、勝手に乗っ取られてんの？なんで乗っ取られてんの、ここ。うわ、結構強え、ほんで弓矢。俺たちの海星の祠だよな。で、こいつはなんだ？認証者を確認。羊ゴーレムだ。不審者を追い払っていただきありがとうございます。不審者言われてんぞ。私はあの不審者に地底からさらわれてここに連れてこられたのです。この様子では地底に戻れないのでここで任務を継続します。私はかつてゾナ任務が多く取れ、精錬が盛んだった地底で設計図の石板を管理していました。おや、まだお持ちでない設計図の石板を確認。新しい設計図の石板をお渡しいたします。ありがとう。なんだ、なんでしょう。ん、光線二輪車。え、二輪車？バイクか。ところで主様、ブループリントでパーツが足りないときに何が起こるかご存知でしょうか。教えて。パーツが足りないと工作品は作れません。しかしゾナニウムを持っていれば足らないパーツやゾナニウムで模して補うことができるので。そうだね、さっき使わされたもんね、使わされそうになったもんね。なかなか便利なもんで、ぜひお役立てください。だからゾナニウムが大量に必要なんだわ。ごめん、ちょっともらっていくぞ。ごめん、普通になんか神様として奉られてたじゃん今。ルピーとかバナナとか備えも置いて。待って、バイクみたいな作れるようになったんだけど。でも俺たちの知ってる海星の祠ではなくなってしまっているようですね。トレルフでとりあえず脱出します。ちょっとじゃあバイクっぽいの作ってみますか、どうせなんで。ここも通れ、無理か。ちょっと登って戻ろう。いやー、すげえなー、こんなことになってんだな俺たちの海星の祠が。あ、回復した。あー、オート回復すんだ。やっぱ海星の祠の治癒機能が残ってんだね多分。リンクが100年の眠りについてたっていうので、いわゆる治癒できる場所っていう効力がまだ残ってんだわこの場所に。ほら、出てきた。ここでブレス・オブ・ザ・ワイルドのタイトルバーって始まるんだよね。ちょっと作ってみますか、バイク。めちゃくちゃあれがかからなければですけど。18かー、ちょっとバイク乗りたいけど18は払えんな。でもパーツなんてそうそう用意できないしな。はい、最後の場所にやってきました。こっちの瞳は下に落としまして、で最後のね、ところに行きました。で、おそらくこの中にあるかなと思います。どんどん追いパスか。どんどん、まだある。いや、ないか。いや、ぽいよな、なんかあるんだよな。いや、火炎の実結構貴重なんだけどな。はい、ありました。
で、これを下に落とすと同時に僕自身も下に行きたいと思います。もう前箇所回ったので、でこの下に4つの瞳を深穴に落として、あとは地底で瞳を声の主の元まで運ぶだけというところで行きましょう。さあ何が待ち受けているんでしょうか。深いな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 、ふっけ、怖っ。ここに落としましたよね。で、マナコをはめろと。どこなんだマナコって言われても。あとは地底でマナコを声の主の元まで運ぶだけ。声の主、声の主の元まで運ぶ。時の神殿跡の真下。時の神殿跡の真下、ここだ。ここまで運ぶの、これをですか。めちゃくちゃ大変ですよこれ。マジで言ってる、マジで言ってる、これ全部運ぶの。はい、これはちょっと骨が折れそうですよ。だってこれ全4箇所あるんですよ。ここもここもここも。でこれ中心点に全部これゆっくり持っていくんですか。ちょっとやばそうなんで、一旦じゃあパート切った方がいいかもしれないですね。これ一つだけどれぐらいかかるのかだけ運んでおきますか。うわこれ大変だわ多分。一旦じゃあこの辺でパートを区切ろうかなと思います。めちゃくちゃ大変そうですね。というところで次回は、これを運んでいくというところがあるんですね。こっちもあるのでちょっと大変、めちゃくちゃ大変になると思うんですが、またやっていけたらなと思います。ということでまた次回のパートをお楽しみに。サイテンマンでした。ありがとうございました。